はい、どうもチューバーチャンネル TV タミヤンです。今回も大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルスピリッツアドベンチャーモード続きやっていきたいと思います。さあ、前回はガノンドロフを使用してここまでやってきたと。さあ、前回クラウド使うの忘れてしまったので今回使っていきましょう。どうしよう、もはや走っていない。あれ、お宝、おやつエル獲得。ここは合わせます。リーダメだ、スピードを変えましょう。レディーゴハートナック解放。出た。気づいた。こっち。アクセル。ロックもあった。さあ、スピリットを変更。レディーゴー。ビクトリー。アクセル解放。クレイジーハンド。ダークライン月光が。よし、これでいこう。ダークライン月光が。レディーゴー。
ダークライ解放。3000スピリッツポイント獲得。バンギラス、キングクルー。レディーゴー。バンギラス解放。オープンスペシャル。おやつ M。 パンドラウェンディ。レディーゴー。ブラックパンドーラ解放。あるだと。全貌がわからん。エミー、インクリン。Victory! エミー解放。マスタードクタースチュワード、ドクターマリー。レディーゴードクタースチュワート解放。ドクタースチュワートの道場がオープン。ピッタなの。まあそういうツッコミはいいや。いけないな、そっちから。橋を越えてのこっちってこと？そういうことだね。ビース先生の未剣術タイプ。レディーゴー。
新先生解放。ポヨロヨシさあ、次は巣を変更。ポヨロ解放。カイランドヘビ、月光が。アイランドヘビ解放。ジャッジミスターゲーム&ウッチ軍団。ジャッジ解放。さっきから一分解放。さあ、ここだね。ロッカーエリア。ロッカー。
ロックマンエグゼ解放。ゼッタンドチコ。参戦。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、神庵でした。バイバイ。